ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ5回戦の模様をお送りしてまいります。ライオンズの先発はルーキーの前田、対するファイターズの先発は右の立野、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。ルーキーの前田、プロ入り初登板のマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。えい！それ！さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは浅間。背番号26。第9。はっ！打ちました。ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは2番近藤。近藤背番号8。第9。低め外角ストライク。第2球投げました。打ちました。アルボール。投球はこれから3球目。ボール低め投げました。ボール。第5球投げました。打った。痛烈な当たり、ヒット。近藤ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番ヌニエス。第9直球見送ってストライク。第2球投げた。ボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第3球を決まってストライク。追い込んでいます。追い込んでから第4球を打ちました。引っ掛けた。下がっていった。ワンバウンド。中継ヌニエス、いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第9投げた。変化球ストライク。アウトローへ。第2球シュートはボール。第3球を見送ってストライク。第4球を投げた。アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーでバッターは5番高浜。背番号31。
第9球投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、インロー際どい球、ボール。第3球はそれ打った、これはセカンド正面、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。前田、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。ライオンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは渡辺。第9球投げました、初球を打ちました、1、2塁間へ破った、渡辺ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました、初球を打った、ライナーセンター前ヒット、中継、万波いいバッティングを見せました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、ファールグラウンド、ボールをつかみました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げました、初球はストライク。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ投球は5球目、見送ってボール。第6球を打ちました、1、2塁間への当たり、2塁を送る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。前田、ノーアウト1塁2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表、ファイターズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは浅間、第1打席はファールフライに倒れています。えい、初球から打ってった、うー、掴んだ、1塁送球、アウトです、1塁はアウト。バッターは2番近藤、これが2度目のバッターボックス。第9球投げた、ツーシーム見送ってストライク。第2球投げた、打った、引っ張った、抜けた、近藤ナイスバッティングです。右バッターボックスはヌニエス。第9球投げた、ストライク、一塁へ牽制球を送ります。初球ストライク、直球ストライク、アウトローへ軽く追い込んでまいりました。第3球を超新魔球回、空振り三振、前田ナイスピッチング。バッターは DH の野村、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、決まった、ストライク、一塁牽制、タッチセーフ。投球これから2球目、第3球をストレートはボール、外角低め。第4球を投げました、4球目ストライク。第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズファーストランナー残塁。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは高浜、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。シュート見送ってストレート。さあ次の投球、投げました、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、若林掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番渡辺。第9球投げました、ストライク、胸元厳しいところでした。第2球低めギリギリいっぱい、ストライク、これで追い込みました。投げました、146キロ直球、空振り三振、前田3球で仕留めてみせました。第9球それ初球シュートは空振り。投球これから2球目、打ちました、鈍いゴロ、山川ボールを掴んだ、山川自らベースを踏んでスリーアウト、前田三者凡退、無得点に抑えています。4回の表が終わって4対0です。5回の表、4点を追いかけます。ファイターズの攻撃、先頭バッターは石井、第1打席はファールフライに倒れています。
投げた、ストレート見送ってストライク。第3球外角低め、外れてボール。投球これから4球目。打った、センター前ヒット。石井、いいバッティングを見せました。バッターは9番清水、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、2球目ストライク。もう追い込んでいます。第3球を外角低めいっぱい、見逃し三振。前田、見事なピッチングです。第1球投げた、初球決まってストライク。まずは決めてきました。直球ストライク、インハイへ。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた、フォーク、空振り三振。浅間、全くタイミングが合いません。バッターは2番近藤、これが3度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です、タッチはセーフ。第1球ボール、投球これから2球目。第3球をツーシームはボール。次が4球目、流し打ち、どうだ、あっと取れない。一塁ランナー一気に三塁へ。近藤、ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。バッターは3番ヌニエス。第1球投げました、初球フォークボール空振り、少し迷ったか。第2球投げました、打ちました、外崎取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二者残塁、5回の表が終わって4対ゲームは後半に入ります。先頭バッターは指名打者野村、今日は三振とサードゴロ。決まってストライク。第2球投げました、打ちました、サード右横のフライになりました。サードをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番高浜、今日はセカンドゴロとライトフライ。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、ストライク。これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振。前田、3球で仕留めてみせました。第1球投げた、外角高めボール。さあ次の投球、投げた、高めボール球打った、取ってこれで3アウトチェンジ。前田3人でピシャリと抑えています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは万波、流し打ち、ファール。第2球そんな危ない球。第3球それ低めのボール引っ掛けた、うダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球これから2球目、それまっすぐ空振り、タイミング合いません。投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、ボールアウトローへ。さあ5球目、危ない球。第6球を投げました、打ちました、外崎ボールを取る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには清水、今日はセカンドへの併殺打と三振。初球空振り、初球空振りから第2球投げました、ストレート決まってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げました、打った、流し打ち、ファールボール。第4球を投げました、ボール。投球これから5球目、これは引っ掛けた、ショートの頭上取りました。これで3アウト。ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。
ターズ。この回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの浅間。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、ボール。第3球そんな打ちました、痛烈、伸びた、入った入った、ホームラン。今シーズン第1号ソロホームラン。ルーキーにきつい一発を見舞いしました。卓球は無情にもスタンドへ。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。前田完封目前で一発。ライオンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は7対2ライオンズ勝利しました。勝利投手は前田、敗戦投手は立野。ライオンズ今日は素晴らしい戦いでした。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫でベルーナドームよりお伝えいたしました。